たんちゃう？来たよ。お前ら野球やめたほうがいい。ポポ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 ポ。皆様、おい、なんか最近タクーにまつわることしてたら、そのエピソードを今すぐ話せ。今すぐだ。はい、じゃあ俺が刺した人ね。うん、そのエピソードしなきゃならない。やば。うわー、俺かよ。マジわかんねえ。あ、一個ありました。おお、すげえ。腹筋100回やりました。え、こないだ。家で？いや、ジムで。おー、なるほど。1ミリの意味もない、その100回は。なんで？すごっ、ハモリかすかすごなんでなんでジムだから。グラウンドで何か100回を達成しないと意味がないの。どういうことだ。俺が決めたの、そうやって。だから今日はグラウンドである100回を達成していこうと思います。というわけで今日のやつはですね、はい、何をしますかと言いますと、はい、100球ストライクに入れるまで帰ってます。意味あるんですか。これ意味あります。前回はもうあのサッカーボール回って100回やるまでやったでしょ。はい、外でやったでしょ。意味あります。わー、大丈夫だよ。100回やったでしょ。家でやってたよ。もちろん意味ないでしょ。見てみはら。まあそれは意味ないけど。とりあえず意味なくなるんですよ。外で100回やったら今もう。あー、そういうことか。じゃあ外でやるわでしょ。だから今日は外で100回みんなで4人でストライクを入れて帰ろうって言います。先にそれ言ってくんね。どうだろう、バーってよりは楽か。まあ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 得意だからね、俺らね。そうそうそう、得意スポーツだからね。今回は活躍できると思います、ね、余裕ですよ、はい、100球中誰が何球入れたっていいか。てか1球も入らない人いるじゃん。1球も入らない人いるやん。絆やん。全員で100回で絆やん。お前から言うなって。意味ない。みんなでやりゃええやん。みんなでね、今日は100回達成して絆深めていこうってことですよ。あー、出た、絆企画ですか。絆企画ね。というわけでね、我々100万人じー100人かけてネジギが通った。というわけで我々ね、40万人を8月まで目指していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それでは続けていきましょう。せーの、最高。やっていただくということで、はい、どっか来たんですか。まず東京です。あ、東京都。あ、素晴らしい。あなたの年齢は、24歳。24歳、素晴らしい。まあ、100球チャレンジということで、ね、100球ストライク取っていただくんですが、これ絆企画になります。どうですか、絆の方は。最近ご飯とかみんな行ってます。あ、ちょっと昨日、まあ、コバさんと行ってます、ね、おー、おー、いいですね、はい、まあ、そう、絆企画、これも100球もみんな大変です。でもね、50球、60球大変な時間あります。でもね、みんな声出しながら、もう励まし合いながらね、絆深めていってくっていう企画なので、ぜひ頑張ってください、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。いいね。いいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いいの、1球目俺で。1球目お前だろ。確かに。1球目の最後お前だろ。そうだな。最近俺、パワースピでもベージャンでもピッチャーやってるんで、さすがに入れますよ。確かに。任せてくださいよ。ストライク100球チャレンジスタートするぞ。あら、始めんのやめてくれ。いいな、絆企画行くぞ。オッケー。あー、やだー。それで、1球目行ってきます。行くわ。マジでなえる。マジでなえる。俺とかユウトのミスじゃなくて、お前のミスは一番なえるんだよ。本当に。幸先行く行こうっつったじゃん。まあもう俺がこのチームを背負うよ。このチームではまだコバがいたわ。でしょ。そうだよ。任せろ本当に。さてさて、私がこのチームのリーダーを担う可能性になってきたコバと申します。ここ1球目ストライクバチって決めて、この作戦、この戦に火蓋をキス。僕らポンコツライダーズ、行くぜ。おお、なえる。コバくん、しょうがないよ。すいません。切り替えよう、切り替えよう、切り替えよう、切り替えよう。無理だよ。アキさん、ガイア用鬼に金もらう。確かに。ガイアグローブ別に変わらない。いや、いつも使ってるじゃないですか。慣れっこ。お願いします。いいだろう。はい、3番手、肘投げの帝王、アキトでございます。ここで一つ、肘投げについて説明したいと思います。肩で投げると肩が痛い。ここで編み出した技、肘だけで投げる。
そうすることによって肩が全く痛くない、そしてキャッチボールもいらないっていうメリットがあります。デメリットはコントロールが死ぬほど悪くなります。行きましょう。この企画に向いてな。この企画において最悪のデメリット。いけばよっしゃ。誰や。帰れよ。お前らやる気あんのかよ。ちょっとトイレ行ってはしてください。わかった。じゃあキャッチやってくわ。じゃあさ、聞くけど、パーティーの時一番最初に見たの誰か覚えてる？シュートさんじゃないですか。僕ねー。うわー、確かにお前最初はシュートがあるもんな。最初は一緒、最初はお前そうだ。頼むぞ、お願いします。任せろ。一球目頼むぞ。はい、ショーケイ、次次。え、俺野球やってんだよね。まあだから正直言うと2回目からっていうとこある。だって肩慣らしみたいなとこある。あ、そうだよね。だからこっからストライク入れ続けよう。間違いない。ここ以外取らないからな。クリスクリスクリスはチンコを取るか自分の言ったことを取るか。行くぞー。1球目よし。だーい。なんか投げづれえな。あの辺ストライクかなと思って投げたらボールになるよね。低め投げづらい。なんかわかる。うるせえ。そうだよ、そうだよ、言い訳だよ、言い訳だよ。うるせえ。言い訳だよ、別に言い訳だよ。そうだよ、そうだよ。だからうるせえ。言い訳は母ちゃんの飯食ってからにしろ、ボケ。飯食ってからだったらいいんだ。そんなんじゃエンドレス名乗れねえぞってんだよ。提案でいくぜ。俺はここしか取らない。ボールでクリス先輩のボールです。行くぜ。頼むよ、5番。もう、最後入れよ、1球は。ちゃんと1球は入れよ。もう行きます。最初の1球目決めるのは俺だ。1球目誰行ったね。覚えてないよ。あ、また来た、覚えてないのおじさん。2周目の俺で決めてんの。あ、そうなんだ。だから出してみそう。もういいっしょ、さすがに。さすがにね。これ初めてってさ、マジで普通だったの。3球目ですから。青いけ。青いきます。1球目なんか、え？なんか、え？なんか、え？やばい、言いづらすぎる。やばい、なんか、めっちゃ悪いことしてお父さんに帰ってきたみたいな感じ。はじめ、もうお腹大丈夫？あー、大丈夫。よかったわ。俺はその間も投げ続けてたから。うん。あー、ごめんね。よかった。マジ申し訳ないわ。あー、いいね。俺まだ1球目なんだ。ふざけんじゃねえ！お、あの方でくるぞ。お前ら野球やめたほうがいい。気引き締めてけ。俺が来たんだから。はい、はい、俺が来たからもう、はい、そうだ、確かに、確かに。俺待ってくれたんだ。パパから行けるわ。パパ行け、行け。お前らマジ頼むぞ。一回肩投げするわ。あ、回遊する。一球ぐらい俺肩痛めるわ。チームのために肩投げしてくれ。ありがたい。行きます。一球目。ストライク！やだ！素晴らしい。もうダメだ、そんな時。アキさん、はい、ストライク入ったんでもう一球投げていいです。無理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 。これルールなんで。さあ、アキさん、お前で100球やったっていいんだぜ。イケメン。壊れた。彼は壊れた。彼は二度とこのグラウンドに立つことはなかった。あとは任せたぞ。分かった。俺らに任せたぞ。サンキュー。はい、次、フォークでいきます。ふざけんなよ。二球目。これが大事でした。さあ、お前の言い訳のレパートリーもなくなってくるから早く入れた方がいいよ。とりあえずここもうパパっていきます。はい。行くぜ。はい。
あー素晴らしい。お前右手失った会話あったぜ。いやマジでそう、100球行ってもいいかんね、このままマジで。このままどれ50球まで下ろそう。すごい。3球目おーい、さっきまでのお前ではないな。はい、次4球目。はい、5球目いくぜ。スライナイス、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 パパ。おー、いい。あー、5球来たよ。ナイス、ナイス。本当にこの体勢で見てられそう。なんか、家でテレビ見ようかなー。で、6球目。ナイス。投げー。素晴らしい。いいでしょ、いいでしょ、これは。ナイス、ナイス。コモも全然行くで。流れだよ。いけるよ。いける顔してるやん。いける顔してるやん。6球目です。6球目。まあさっき1球入れたんで、ここで外してもまあ大丈夫でしょう。いきます。その考え方やめて。6球目です。おっ、うわっ、ちょい、さっ、さっ、よーし、よしよしよし、きた。はい、7球目。1球までいっちゃうよ。あるよ。え、ナイスボール。おい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 、1曲までいっちゃうよ。はい、8球目。後半失速するから期待しとけ。あー、できなそう。9球目。よっしゃ。あーボール。あー、あー、ちょっと外か。まあ10いかないか。いや全然いいけど。え、10いかないか。今行く流れだったけどな。お前が俺に期待したら終わりだぜ。いや全然、俺はお前に期待してたぞ。え、コマ何球入れたです。まあもう入れるわ、コマラストするわ。うん、そして、1球目。よいしょ、ピーワン。審判変わらない、審判変わらない、すいませんでした。とりあえず10までいきます。今2人でやってるから。そう、俺とアキトだけ入れ合ってるから。一回一回俺ら行こう。 OK、 じゃあ行こう。イエス。ストライク。じゃあ取れよ。違う、キャッチャーで取って。座ってっから多分低めむずいんよ。低め、あ、ごめん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 、むずいんよ。危ない危ない危ない。うおお。パパストレス溜まってる。何やってんだよ。来ましたよ、10球目。頼むよ。もう決めよう。いきます、10球目。取り方ー、なんかさ、逆フレーミングしてんじゃん、さっきから。でもよし、よし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 、とりあえずね。来た来た来た。ちなみに、30分経ってます。あらー、10球で30分。何時間の計算？あ、9倍か、9倍か、当たり前。4時間半。あと4時間超えてるね。ボンボン行こうや。どんどん、もう5年ぐらいいいんじゃない、ボンボン行っても。そうだ ね、 ね、頑張って。パンパンストライク入れていきます。俺たちから2人で100球目指します。お願いします。最高。お前最高やん。12球目、はい、マジでいい。いい、マジでいい。アキトが活躍できるとかあんの。13球目。ええー、一番ストライク入れてること。静かにして。うわー、このスタンスだ。14球目。マジで20球までいっちゃうよ。え、 A 君いって、何してんの。15球目。え？さあ、取り方なんじゃ。取り方マジでちゃんとやれ。16球目。ああ惜しい。いや、すごくない。お前エグい。すごくない。マジですごい。ちょ、ああ、16球目。いいね。17球目。おお、いい。そしてお前取れ。もう本当マジ。18球目。すげえ。19球目。うわ、すごい。はい、20球目まで来ました。来ちゃったんだ、お前だけで。じゃあ20球目終わらせてきます。20球目。トラー。おー、いい。
じゃんこいつ。三時まで行って、三時行ったらちょっとそっち行くから。クソでもしとくわ、うん、クソでもしとくからもう30行ったもん。お前引き止めれてねえだろ。いやお前100まで帰ってこない。お前エリートやもういいや。はい20決め。嘘だろ。はいギリ30まで行ったら起こしてくれ。30まで行ったらじゃあさ、うん、どうすんの。もう覚醒できんの。覚醒するマジでガチ。じゃあもうお前ほんと30までやんないで。じゃあ一旦やんないよ。じゃあ30からほんと覚醒してくれればいいから任せろ。30までここで寝る男。30まで一旦寝る。じゃあ22球目やったー。あー惜しい惜しい。しゃあないしゃあない。あーやばい。マジくんの早いって。22球目23球目こいつマジゲルカシージャス無理だこいつ。24球目入れます。青来た来た来たー来た。26来たんちゃう。来たよ来たよ。これなんでお前とそれで難しいよ入るの。7来てんじゃないの。いくい肘投げの究極系これ。究極系肘投げ。28球目29球目天才39球目さあここです。ここでコマ復活させます。いくぞ。来たは5年。面白い言語がついたものじゃ。わしに何をしてほしいか問うてみの人間だ。ストライクを入れてください。ストライクとは何じゃ。キャッチャーのど真ん中にボールを投げることです。うん、そんなもわさみじまいでござる。さあ復活した。来たー久々の人間生活。小僧ども感謝するぞ。クワタ30球です。もうダメだ、そんな時また起こしてくれ。あーやばい。助けて。もうどうすんだよ。本当に正解だ。行くぜ、39名。よっしゃ。32やっと来たよ。ただ今かもしれません。33やんわりで行けよお前。自分をあまりごめん。やめて。俺が謝んないけど。33球目俺がいるんだから。はい、チャチャー。3536球目きた。37きた。38ほら来た。30君、おらしゃー。40 TV、やばい、これ行かしてくれ。41、あーやばい、全然 OK。 コマが復活したってことは、もうわしの出番も終わりかの。師匠だ多分こいつ。ちょっとマジそろそろリベラルじゃない。行けよ、行けよ。いや、最高。ベンキ喋れ。流してるの。流してる。42おっしゃー。43やったー。え45球目46。いやーナイスボ。47ゴー。ナイスナイス。48ですか。おぉ、よし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 、1目です。いや50球目いきます。わぁ、ありがてぇ。50球目誰がいるって分かってる。あ、バーテンの時誰ですか。知らない。知らないんだ。50球目
うわっ、いいやん、いいやん。はい、50球いった。よし、よし、とりあえず多分大体1時間かかってないぐらい、うん、最初30分で行けるけど、その後に20分で40球。おー、じゃああと20分ぐらいで約、そう、コバが多分覚醒したらもう蹴っていく。ほんと行ける、お前自体だ、お前自体だ、かせろよ、お前かせろ、やつやろ、行こう、せーの、せーの。秋田の師匠です。目に120ぐらい上がるし、ええでしょ、半分以下。後半一発目入れちゃいたいと思います。頼むよ。もうダメだ、そんな時もうダメだ、もうダメだ。52球目、53球目いきたいと思います。お、54球目、55球目、来た、おいおいおい、56球目、あー、ふざけちゃった。なるほど、56球目だな。うわー、最高。57球目、58球目、59球目、60球目、来たー、おい、69球目、ね、ほらもうふざけたらもうダメ出ちゃうやん。それしか言ってないって、違う応援の言葉ない、なんかお前しかいないと言葉にできない、それだけだもん。もうちょいなんかレパートリー欲しいな。お前のため減らします。74球目、すげえ。76球目、いけるか、全国の7届けるわ。きたー、支えた、ナッパね、全国のナッパにね。おー、いい、おー、何やってんだよ、全国のナッパに。うわー、なんか50件目以降入れた記憶ありません。かー、そういうことなのよ。おー、まさかのこんなオチが待ってたとは言うと21球目。81球目、素晴らしい、球場で入れるの、何出てる、どうやって入れるという気持ち、82球目、83球目、全国の橋本さんだ。うわ、これ肩投げしてる、再生。いやー、もうすでに109回取ったんじゃない俺。だってもう箱だもん。もうちょっとで頑張ろう。どうぞ。行こうぜ。85。オーケー。あー、86球目。行こう。あー。あー。どうぞ。あー、はーい。はい、おいよ。ちゃんと上やんか。よっしゃー、すげえすげえ、いいよ。89球目、さあ90球目、頼む、90球終わったらいいね、一回集まろう。90球目
決め。ひじ決め。よっしゃー。素晴らしい。残り10球。よっしゃー。まさかここまで来れると思ってなかったよ。最初今日以内に来れるんだこれ。みんな入れ始めてはいるからね。いいよ。ずっと入ってない人とかいないから。そうそう、このまま行けば決めろ。本当にもうみんなで繋ぎ合ってるから決めてやろう。全員で、うん、行こう。じゃろ、野球もね。せーの、セーブ。じゃあ90球目行くぞ。頼むとかば。全部行ってもいいよ。マジそう。なんでやねん。しょうがない、しょうがない。頼むぞ、秋田。マジ行けるとこまで行くわ。91球目。よっしゃー。やべえ、こいつ肩投げしてる。こいつチームのために肩捨ててる。いや、捨てるとこじゃないけどね、別に。消えてねえ。ストライク。よーし。かぶった。大丸かぶりした。消えてた。ゲー。あー、ブラウン。ナイス。2球とは言わん、1球入れてくれ。全部入れる。じゃあもう入れる。こっち向いて上。あとこっから全部は先は。もう全部入れる。こっち向いて。こっち向け。よっしゃー。ナイス。いいボールや。まあまあ。いけるも進むのはでかい。いやもう近い、決めちゃうんじゃん。全然決めるね。決めたろ、決めたろ。24球目。やばい。あ、最後は前に任せた。任せろよ。8回に回さない気持ち。もう俺らで終わらせよ。さっきまで投げてもらってんだから。確かに。94球目。よっしゃー。いいね。すごい。いいよ、そば。95。ナイスナイスナイス。96。よっしゃー。来た来た来た来てるぞ、ここで。97球。あー、うーん、俺はここまでの間もう投げることはないだろう。任せてお前らに。97球目。結局近いに任せよってお話ね。なるほどね。そういうお話。じゃあ2位だから1球ずつ決めようよ。そうだね。そうだ、そう、1球ずついけるよ。97球目。ここは俺が救いやす。97。頼むよ、コマ。来たー。98。よっしゃ。来たー、コマ。99。行っちゃっていいよ、コマ。ストライク。よっしゃー。素晴らしい。ラストだー。もう一球に込めろー。いいよ、もうコマ。マジいい。お前が決めろ。終わらせる。終わらせる、マジで。これめっちゃおもろい。でもまあなんとかね、全員に100球達成することができたんで、よし、それより一層絆が深まったじゃないですか。よっしゃ。こういう企画やるとね、あの絆が深まってこれからも YouTube 頑張ろうってことにもつながるんで、はい、あと視聴者さんも応援してくれると思うんで、おちょくちょくやっていきましょう。おし、前回バーテの100本チャレンジもやったので、そちらの方もぜひ見てくれたら喜ばしいと思います。嬉しいです。この動画で頑張ってるなと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価、インスタグラム、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。見てくれてどうもありがとうございました。明日の動画は少年野球チームの皆さんとガチ野球対決しました。大人げなくボコボコです。